ソフトバンクスパイ事件。ロシア元外交官を書類送検。本日、警視庁公安部がソフトバンクの基地局の情報が流出した事件において、在日ロシア通商代表部の代表代理だったアントン・カリーニン元外交官を書類送検いたしました。このアントン・カリーニンは、ロシア対外情報局のスパイだと見られており、 2月10日に日本を出国し逃亡しておりますがこちらは現時点でロシアにソフトバンクの基地局の情報が流出してしまっておりますのでソフトバンクの通話通信内容が盗聴される恐れが出てしまっておりますこういった他国によるスパイ活動国内において活発に 行わわれれているもののと思われますので日本政府には与党には速やかにスパイ防止法を制定していただきこのようなスパイ活動を未然に防いだり徹底的に取り締まることができる体制を整えていただくようにお願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました